勝利に導いた田中碧への現地ファンの反応がこちら。前半の3失点を取り返す田中の役者ぶりに、現地メディアも複数反応。ドイツ式キッカーは熱狂のデュッセルドルフが4位にジャンプアップと逆転劇を伝え、田中が勇気を出して遠目から決めて、今晩にゴール目を待つと日本人ミッドフィルダーの活躍にも触れている。また現地紙フランクファーター、アルジェミアインゼータンブアレイ3のビハインドを4-3の勝利に変えたと驚きとともに試合を報道。田中碧がゴールでの逆転劇で、フォルプナの観客は大興奮と、現地の喜びを伝えていた。フォルプナデュッセルドルフがレイ3から4-3への大逆転。素晴らしい2ゴールで逆転劇の幕開けと幕を閉じた偉大なる主人公田中碧。青は燃えている。田中碧がデュッセルドルフへの復帰を完了なんてゲームだ。今日はとても強い田中がみんなに見せました。なぜ1-3を祝うのかと尋ねた声高なファンは今どこにいるのでしょうか ?1988 年以来ファンとして覚えている最高のゲームの5つ。ありがとう少年。ファンの間で多くの批判があり、田中碧は非難の対象となりました。しかしクラブは全てを正しく行いました。U23 日本代表の彼があのようなゴールを決めていたのを覚えている。まるで EAFC のような驚異的なキックを繰り出す彼を見ることができた。デュッセルドルフは値段を高くしていると思いますか？それは疑わしいが、夏にはシュプットガルトに約400万、500万の話があった。ワオの記念碑を建てよう。